おはようございます。マイトの対話へようこそ。今日は2018年12月11日火曜日です。今日も聞いてくださってありがとうございます。今日のマヤ暦は金ナンバー47、大地の城の52日間の47日目、黄色い太陽の13日間の8日目、青い手音8の日です、はい、大地の城の52日間が、まあ、あと5日ぐらいですけどね、はい、しっかり種をまいていきましょう、はい、それから、ね、種をまくっていうのは自分の1年間のやりたいことに対して種をまくっていうことですね。それから黄色い太陽の13日間です。これは、無条件の愛っていうテーマなんです、自分への無条件の愛、自分以外の人への無条件の愛。無条件の愛っていうのは、こうだから愛す、こういうところは愛さない、こうだからとかいうことじゃなくて、まずは自分自身のいいところも悪いところも全て愛すっていう決意かな。そこから始まるかなと思います。はい、それから青い手、今日は青い手の日です。青い手は、まあ、癒しとかですね、そういう意味があるんですけど、まあ、今日はですね、やるべきことをやるとかね、そういうこともあるんです。今日は手間のかかることをやってみましょう。というか、いつもやってることを丁寧にやってみましょう。っていうことをちょっとテーマにしてみました。音八は、今日はね、ときめきっていうテーマで、音八ときめきがテーマなんですけど、今日はちょっと2つ、いつもやっていることをより丁寧にやってみましょう。ときめきアンテナを、ときめきにアンテナを張ってみましょう。これはですね、自分がときめくものないかなっていうアンテナを今日はちょっと立ててみてください。はい、今日のテーマです。今日のテーマはときめきアンテナを磨こうにしました。ときめくっていう言葉、なんかね、まあすごい素敵な言葉だなと思いますね。心がときめくとかね、はい、で今日のテーマのときめきアンテナを磨こうっていうことが、ものすごく大事かなと思いますね。で豊かな人生を送るために、以前紹介した片付けの本で、人生がときめく片付けの魔法っていう本がありますって言って、私もその本はすごく好きなんですね。で本がなんで好きかっていうと、そのやっぱりね、人生がときめくっていうことにすごいこだわっていて、本はね、片付けの本じゃないんですよね。ときめく人生の本なんですよ。ときめく人生を送りましょうよっていう本なんですね。そのためには、お家の中で、お家がいつもときめくような空間であったらいいですよね、みたいな本なんですよ。そうそうそう。で、このときめくっていうアンテナを磨いていきましょうっていう、今日話をしようと思います。でその本の中で皆さんですね、年末なので、なんか断捨離っていうか、片付けというか、大掃除とかをやられる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、私もこの前ちょっとね、洋服と本を処分しました。で本のね、著者の近藤麻理恵さんっていうね、若い女の子ですけど、あの子が言ってた、その本の中に書いてあるのはね、洋服を処分するときに、この服を残すか残さないかっていうのをね、選ぶときに、ときめくかときめかないかだけで選びましょう、みたいに書いてあるんですよ。でときめかないものは使えてももう手放しましょうっていうふうに書かれてあって、それがものすごくすごくね、シンプルで素晴らしい生き方だなと
思うんですよ。で、いろんなものをいろんなものを選ぶ時の基準として、ときめくかときめかないかで選ぶっていうのは、もう本当にときめく人生を送る基本じゃないかなと思いますね。どうでしょう、皆さんはときめくかときめかないかだけで物事を選んでますかね。はい、どうでしょうか。で、このときめくっていうことに対していつもアンテナを張っておく選択基準をときめきに、ときめきで選択するっていうことをしていくと、すごく感度が、自分のときめき感度が上がっていきます。例えばですね、食べ物なんですけど、料理をするっていうことに関して、ね、例えば今日の夕飯どうしようかなっていう時に、どうやって決めているかってことですね。例えば買い物に行った時に、なんか食べたいっていうものをちゃんと、こういうの食べたいなっていうものをちゃんと選んでいるかどうかってことですね。例えば安いからとか、なんか作るのが簡単だからとか、体に良さそうだからとか、そういう理由で選んでないかなっていうことを大事にしてほしいんですけど、一個一個ですね。例えばお買い物をするっていうことに関しても、昨日の話ともね、ちょっとあれするんですけど、誰と過ごすかで人生は決まるって、誰にお金を使うかって、やっぱり自分の一番ときめくお店で買ってるかどうかっていうところからですね、自分の心がときめくお店で買ってるかどうか、好きなスーパーとかね、お店、八百屋さんとか道の駅とかで買ってるかどうか、それからちゃんとときめきでその日のメニューを選んでるかどうか、どうでしょうかね。そういうこともこれやるやらないなんですよ。で、 100% いつもねやれるとはもう限らないですよね。もうなんか予算とかもありますしね、確かにちょっと疲れてる日とかね、急いでる日とかもあるかもしれない。ただできる限り自分の心で、心の声を聞いてから選んでるかどうかっていうことをですね、結構こだわってやっていくっていうことで感度が磨かれていくんです。これをやらないと本当にどんどん鈍感になっていくんですね。なので、ときめきアンテナを磨くっていうこと、それから例えば家に帰ってからのね過ごし方とかで、家に帰ってきてからときめく時間を過ごす努力をしているかどうかですよね。自分が心ときめくような過ごし方をする。それから自分のお部屋で、これはですね、これもその、ね、例えば自分の理想のお部屋っていうのをまず思い浮かべて、そこに近づけていけてるかどうかですよね。これでもちろんね、今日例えばなんかお城みたいな家に住みたいなって例えば思ってたとして、急にそんなお城みたいな部屋に住めないかもしれないんですけど、ただお城の要素を一つぐらいはね取り入れられるかもしれません。それは例えばね、お城に置いてあるようなティーカップかもしれない、テーブルクロスかもしれない、ね、もちろんすごく素敵なもの全部揃えたいけど、今は全部揃えられないかもしれないけど、一つだけでも揃えていくとか、そういったことでですね、自分の住んでいる空間が本当に心ときめくようにしていけるかどうかっていう感じで、で、私今の家に住んでも13年目になりましたけど、すごくお部屋っていうのはね、変わっていってますね。今すごく住みやすい、今の自分にとってはとっても住みやすい家になってきました。なんかやっぱり時間はかかりました。どんどん変えていってですね、ちょっと今机の上が散らかってますけど、家具の配置とかですね、あとなんか物も揃ってきたりして、すごくできる限りその時のベストを尽くして
った結果ですね、今すごくまあ結構住みやすい家になりつつあるなと思っていて、でとにかくこのときめくもの、ときめくっていう感覚で物事を選んでいるっていうことをやっていくとですね、自分の好きなものと好きじゃないものっていうのがだんだんはっきりしてくると思うんですね。でこれはですね、あのスイートスポットがすごい狭くなると思ってください。あの例えばテニスで、あのテニスでボールを打つ、ね、ラケットでボールを打つ時のスイートスポットってありますよね。あれって多分あの上手な人ほどあのスイートスポットって狭いんですよね。そうそう、厳密にあの球を当てています。であの実はですね、あの姿勢、私姿勢の教室やってますけど、姿勢にもスイートスポットというか、このバチって決まる場所があるんです。重心が決まる場所があります。首の位置とかですね。でこれもですね、そうそう、姿勢がちょっとなんていうか無理ない姿勢ができている人ほどですね、それは狭いんです。厳密なんですよね。だから感度を上げるっていうことはそういうことですね。でその、ときめきアンテナを磨いて感度を上げるって、自分の好きなものがしっかり分かってくる、決まってくると、好きなものとか好きな人がどん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 集まりやすくなっていきます。そうすると自分の本当に心地いいときめく世界っていうのが、自分だけのときめく世界っていうのができていくんです。はい、これがあなたが、作る理想の世界かなと。ときめきだけの世界、それを作っていくことですね。世界を変えることはできないんですね。自分の世界をときめくものでいっぱいにしていく。そうするとそういう人とかそういうものに出会い続けていって、自分が住んでいる世界っていうのがもうときめきであふれた世界になっていくっていう感じですかね。それが望む人生を生きるっていうことかなって思っています。はい、今日も聞いてくださってありがとうございます。あなたが自分の中にある無限の可能性に気づき、望む未来を作り出せますように、いつもあなたのことを応援しています。船越舞でした。また明日お会いしましょう。